マイクローンスパイにそそのかされた兵士たちがマクロスへ亡命した。ゼントラーディの兵士としては考えられないことだ。文化を持つ者と関われば必ず悪い事態を招くとボドルザー総司令は予言したが、まさにその通りとなったわけだ。さらに信じがたい事態が発生した。敗北の敵を討つためにマクロスに乗り込んだミリアが、こともあろうにマイクローンの男とつがいになるというのだ。マイクローンどもはそれを世紀の生還結婚だと騒ぎ立て、映像通信で中継し、事態を重く見たボドルザー総司令はマイクローンの消去を命じた。ついにあのマクロスを完全に破壊するために軍を挙げて攻撃に出た我々だったが、今度は全軍に蔓延する戦闘蜂起と暴動のためにやむなく停戦することとなった。停戦施設としてマイクローン化したエキセドル記録参謀を送り込んだ私のもとに、機関艦隊がこの星系に向かったとの知らせが入った。ボドルザー総司令は地球人をプロトカルチャーだと判断したのだ。もはやマクロスは我々の敵ではなくなった。プロトカルチャーに汚染されたと判断された我々までも機関艦隊に消去される運命なのだから。ブリーフィングを行います。諸君、私はゼントラーディゼム一級記録参謀エキセドルである。ボドル機関艦隊が地球と我々ブリ隊アドクラス艦隊を消し去るべくこの星系に向かっておる。機関艦隊は479,122隻の戦闘艦を擁しているが、対する我々は千数百隻。単純に比較して3500倍の敵と戦わねばならぬ。これを無謀と見る者もおるやもしれぬが、それは違う。諸君ら自身に目を向けてみたまえ。諸君らは千数百倍の戦力を持つ敵、すなわち我々と戦い、ここにおるのだ。かつ保証はないが戦い方はある。それはベルナル級、すなわち機関艦隊上位3ランクまでの分岐艦隊機関を攻撃することだ。分岐艦隊では機関が沈められた場合、自動的に撤退措置を取る命令が出されていることが多い。またベルナル級の分岐艦隊機関にのみしか別の機関艦隊のポジションを知らされていない。これらを叩くことで効率よく分岐艦隊を撤退させ、他の機関艦隊への連絡を断つことができよう。マイストロフ大佐の言葉を借りるなら、蛇の頭を潰す作戦ですかな。当然護衛艦隊が行く手に立ちはだかるわけだが、あくまで目標はボドル機関である。バルキリー隊にはぜひ護衛艦隊を撃破し道を切り開いてもらいたい。最終決戦のために温存しておいた反応弾頭を使用する。各隊、通常兵器を反応弾頭に換装。作業は迅速に的確に行ってほしい。反応弾は通常兵器とは比べ物にならないほど強力、かつ広範囲を破壊する。時期、量期、並びに友軍艦の資金での使用は味方にも被害を及ぼす。十分注意してもらいたい。情報によると機関艦隊は今すぐにでもフォールドアウトしてくる可能性があるそうです。パープル小隊は反応弾へ換装後、直ちに哨戒任務に当たってください。どうかご分を。480万の艦隊を相手にこちらはマクロスと一戦席だ。さすがに覚悟を決めてかからないといけないな。これはなんだ。地球だ、地球を見ろ。
デフォールド反応多数、計測限界を突破。来たぞ。あれが中、パープル小隊迎撃してください。味方に被害が及ぶ恐れがあります。この空域では反応弾を使用しないでください。ジェントラーアルマズからデフォールド。エスケスインタウデザンズデブランデブラアルマゼントランホルトガドラガドラス。地球がバカな。デブラン・デルカーン、ゴルグ・ガーマ・ツガラ・ウッザルグ。ナック、なんだこの光は。地球北極上空に高エネルギー反応、敵艦隊の一部が消滅していきます。これはグランドキャノン。アラスカ基地のあたりからは X よりブリタイアドクラス艦隊機関ノクティパガリスへ。ブリタイ司令おられますか。ブリタイだ。司令、マクロス艦長グローバルよりお話があります。ブリタイ司令、そちらの艦隊で人民名の歌を同時翻訳して全軍用周波数を使って発信していただきたい。それは構わぬが、一体何が。戻る機関艦隊の兵士たちはプロトカルチャーの実態を知りません。そこで彼女の歌を流せば彼らはカルチャーショックを受け、一時的にせよ指揮系統を混乱させることができるはずです。その混乱に乗じてボドルの母艦を叩くわ。正面から戦って勝てる相手ではありません。よろしい、歌を流せば我が兵士の士気も上がりましょう。気をつけて。マクロス前方
応に敵艦出現。反応弾の使用を許可します。敵艦を撃破してください。そちらは作戦エリア外です。速やかに戻ってください。そちらは作戦エリア外です。速やかに戻ってください。使用し敵艦のマクロス接近を阻止してください。しっかり担当エリアを守ってください。戦闘エリアを離れないでください。ダメージ。戦闘エリアを離れないでください。反応弾を使用し敵艦のマクロス接近を阻止してください。戦闘エリアを離れないでください。ターゲット、反応弾の射程内。します。大将、帰還しましょう。反応弾で奴らをぶっ潰してやる。